RD-0146 は、キマフトマティキと、プラットホイットニーロケットダインとの共同開発によるロシアの低温に液体燃料、ロケットエンジンである。ロケットダインの RL-10 のロシア版といえる。RD-0146 エンジンは、ロシアのボロネジのキマフトマティキ設計局が、アメリカのプラットホイットニーロケットダインと協力してできた。年に、 ロシア連邦宇宙局は開発中の次世代の PPTS 有人宇宙船のラス M ロケットの2段目にこのエンジンを採用した。1997年プロトンロケットを生産するクルニチェフ国家研究生産宇宙センターは水力 100kN で高高度で最適な性能を発揮できるノズル新展式の新しい低温液体燃料ロケットエンジンの開発を ヒマフトマティキに打診した。ロケットは更新されたプロトンロケットと次世代のアンガラロケットシリーズの上段として予定されていた。1999年、クルニチェフはヒマフトマティキにプロトンロケットとアンガラロケットのエンジンとして RD-0146U の開発を注文した。開発は部分的にプラットホイットニーロケットダインから資金を調達した。 2000年4月7日に、プラットホイットニーとロシアのクブカは、プラットホイットニーが、独立国家共同体以外の国に対する RD-0146 の国際的な販売権を取得することで合意した。エンジンの開発は単純化と信頼性の向上に主眼が置かれた。2機の高速で駆動するターボポンプが強調することが必要だった。クブカはこの問題の解決に注力した。 2009年10月に RD-0146 のターボポンプの開発は最終段階に入った。このターボポンプはこれまでに量産されたターボポンプの中で最も回転数が早く毎分12万3000から12万5000で回転する。RD-0146 はロシア発のガス発生器を備えないエキスパンダーサイクルのエンジンであると同時に 比例脚式進展式の鶴を備えたエンジンでもある。複数回の着火と二軸の水力制御が可能である。開発者によると、ガス発生器を備えないことにより複数回の点火に高い信頼性を確保できるという。ありがとうございます。